ゃないの、そういう呼び方って。親分の兄貴は俺の兄貴。うわー、射程が二人できた。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、てことで、何、そんなところから声かけてくるの、怖っ。何、外からとか声かけてこないでくれる。はい、じゃあ準備っていう準備よくわからんけど、野生の不良退治ミッションやってくれるかしら。あ、読んでしまった。フルボイスやんね。学園の番長メラ、難しさ1。難しさめっちゃ上の方まであるやん、やば。放課後の教室が不良の溜まり場になっていて、校舎の2階と3階が入れなくなってるらしい。教室を占拠している不良を懲らしめて、怪しい力を使う番長ライドウメラを倒そう。ふんふん。不良たちの番長ライドウメラを倒そう。え、報酬割と気合の入ったしないやって。焼きそばパン、不良といえばって感じ。使いっ走りさせられる側ね。こうしたと2階と3階が入れんってやばくない？めっちゃすごい広範囲にわたって。ふう、ミッションスタート。バトルで注目を浴びよう。敵を倒したり敵からの攻撃を華麗にかわせば、観客にアピールする決めポーズのチャンスです。決めスポットに移動し A を押してかっこいい決めポーズを決めましょう。バトルでかっこよく活躍すれば観客からいいねがもらえます。バトルが盛り上がると観客の数も増え、たくさんのいいねをもらうことができますよ。それをもらっ、おお、敵なのか。ライドメラ、なるほど。2階に不良生徒をすべて倒そう。ここは何階なの？この階の奴らを全員ぶっ飛ばしてやるぜ。ここが2階なの。めんどくせえなあ。そっかそっか。ぶつかっていったらとか思ったけど関係なかった。ポケモンみたいな感覚で起きたわ、私。そっかそっか、もうすでにここで戦うのか。いけんなよ。痛い。あの消えた生徒たちは一体どこに。あ、この世界の通貨はマニーっていうんやね。なるほど、マネーをちょっと発音よく言った感じ。結構レベルアップしたよ。してなんかジョブランクが上がったよ。ジョブランク、今私何のジョブについたんかちょっといまいちよく分かってないけど。すげえ、なんか武器持っとるやん、しない。ほらお前の。何？バトルでフィーバーしよう。学園にはインフルエンサーと呼ばれる人たちがいます。その人に決めポーズから出る青いオーラが当たると、大声で人兵たちのバトルを周囲に拡散するので、観客が増え、いいねを多くもらえるようになります。すごいね、なんか、めっちゃ、現代って感じ。たくさんのいいねをもらい、バトルの盛り上がりを最高潮に達すると、ミラーボールが出現。え、いらんくね？ノリノリ音楽のディスコタイムが始まります。なんなんそれ、よくわからん。ディスコタイムではもらえるいいねの数アップ。おまけに全ての生活もアップ。大フィーバーでノリに乗って戦いましょう。ディスコってすごいバブル時代のイメージなんやけど。怖い。なんだ駅に。バケがいつの間に。何、もうなんかめっちゃ。どこ次3階に行けばいいの。ありがとう、いいね。ね、どこに行けばいいの次。こっちか。不良の番長がいる場所。どこやねー。ありがとう、なんか声援もらった。嬉しいけど恥ずかしくないこれ。こっちか。ねえ、なんか真上にミラーボールくっつけてさ。いたよ。てか、誰がインフルエンサーやった。こっちか。ゴー。てかさ、目が合っただけで市内で殴りかかってくるってやばくない？何これ、アイスピックのことやないか。怖っ、殺人やん。こんがり、あ、ごめんね、君。君は善良な生徒だったわ。やんちゃな生徒かと思いまして。ウィー、めっちゃ吹っ飛ばされたわ。キロイエイ。キロイエイ。イエーイ、じゃブランカアップ。なんか何をゲットしようんだかいまいちよくわからんけど。こっちか。へぇ、マップが逆でよくわからない。何あれ、プリン。
チラシ。チラシ。ちょっと、メポーズぐらい取らせて。あ、インフルエンサーってもしかしてあれか、スピーカーのマークが出とる子か。あれ多分、呼びかけ音やろ。こっちこっちみたいな。こちらが派手な結果やってるよ。何あれ、メカメカ電子回路。お金が全て集まってきてくれるわけではない。これ何？ん？うまみオーラをゲット。すげえなんかモワモワ出てる。うん、びっくりした。と？こっち。こっちか。廊下走るなと言われているけども、私はめっちゃ走ります。行くぜー。気づいてないやん。よっしゃありがとう。おお、なんかまたしてもミラーボール来た。ごめんね、そこのメガネっこ当たるよこんなところにいると当たるよ。やんちゃな生徒めっちゃいるな。大変難しくない。よっしゃこのハートってもしかして普通に体力回復ってこと？善良の生徒だった、ごめんよ。なんかすごいやば、荒れ果てとるけどね。体力回復した方がよくない？間違えた、殴りかかりよった。どれや、これか、違う、どこだ、これか。何これ、あ、装備、装備じゃなくって飯がうまい。あ、食った。もう一回食べたい。あ、これで体力ちゃんと回復したね。よかった、のり弁当食べたんや。平気平気、食べた分は出すから。そういう話をしてるんじゃなくって。ルイスキャンサー KO。 何を書いてるんだかよくわからんと向こうやった間のあ、すごい偉そうやけど、やっぱこの、お前がライドを見るか。何この変な不穏な空気。なるほど、君がこの俺様を気安く呼ぶ。あいつは知り合いだったか。シシグロ。なあ、シシグロ。いえ、メラメライオンとは違う人よね、声。メラメライオン絶対女の人が声出しよるもん。ライドウメラとシシグロカズマ。お、野生の不良。野生じゃない不良を教えてください。お前の悪行、天が許してもこの俺の正義の心が許さない。天が悪行を許すわけないだろう。何そのヒーローっぽいセリフ惚れられそう。成敗、お前が俺を成敗、できると思うか。メラメライオンはもっと正義に満ち溢れたな。ね、熱い男だったような気がするんだけども。僕らは暴力なんかに屈しないぞ。いや、弱そう。暴力によって君臨しているのになぜ俺様に何のお咎めもないのか。まあ、一応不良は容認するって言ったもんね。それは俺様のやっていることが学校公認だからに他ならねえ。ただ頼んできたのも先生なんだよね。お前らには教えなきゃなんねえようだな小社会のルールってやつ。小社会っていうだけでなんかすごく、小社会のトップに君臨しているから何なんだっていうなんかすごいダサくしか聞こえないんだけども、やっぱ必殺技とか出してくるんかな、ボスって感じやし。来いよ来いよ。さっきのあいつはやってこんの。武器は操作キャラの切り替え。装備している武器はバトル中に R を押しながら YXA で切り替えられます。操作するキャラクターは L を押すごとに切り替わりますよ。また操作キャラクターは L を押しながら L スティックでメンバーを選んでそのまま L を離すことでも切り替えられます。パーティーのメインメンバーは X でメニューを開いて仲間の中のメンバーを選ぶと交代できますよ。うん、なるほど。まあ感覚で覚えていくしかないか。来いよ来いよ。やっぱ猫耳に見えたよね、これ。ニャン、キュート。あれ、なんか振り下ろせなかったんだけど。嬉しい。あ、そっかそっか。なんか一定の時間使えんくなるんやったっけね。なに今のは、透明の手が。よし
け、ミス。なんか私のアイドルリードがめちゃくちゃダセえ。やつらね、アピールしよっか。そろそろあいつを呼ぶとするか。何、獅子黒を呼ぶの、やめてよ。まさかライドメラも YSP 能力者？マジで？この調子ならいけるかも。君は一体どこにいるんだい？やられるわけにはいかれんだよ。こうなりゃ次の手だ。なになに、シシグロ、お前の出番だ。やれ。普通に人を使うよね、やっぱり。はっ、親分。親分、おい、仲間呼ぶなんてずるいぞ。まあ、でもこっちはね、コマさんとバキーラも使ってますけども。あ、もしかしてあいつ。どうした、コマくん。あのシシグロっていう人、ただの人間じゃないんだ。え、あれがバキエラ的な存在ってことは怨霊か。あいつ、怨霊を古文に。そういうこと。そうか、実行犯はあいつなんだ。だから学園側も処罰できない。どういうこと、どういうこと。おい、気づいた。怨霊なん、あいつマジで。俺の射程、獅子黒カズマ君。手となり足となり戦う心強い味方だぜ。きっちり名字と名前があるんやね。なんだなんだ、エンラ先生。今こそあの力を使う時よ。どの力？怨霊を憑依させて変身するの。どうやって、どうやって。え、なんだそれ。YSP ウォッチの力は怨霊を召喚するだけではない。 YSP 能力者が怨霊を取り込むことで新たな存在になることができるの。怨霊を取り込むことはできないの。新たな存在か、面白い。よし、やってやるぜ。お前の時間だ。お前の時間だ。何その決め台詞。コマさんも憑依されるんかな、何かに。かっこいいメダル。本当になんかね、スーパー戦隊って感じやね。そっか、だからこういうのになんかね、なんていうん、ロマンを感じるというか。赤く染まったこの体。そういうタマロウくんがいるわけなのね。タマロウくん、マタロウくん、剣豪ベニマル、かっこいい。変身きたー。行くぞ、黒いの。黒いの。初めての変身バトル、上がる。めっちゃ目が輝いてる。声まですごく凛々しくなったな。ライドはメラ&シシグロカズマ。あ、メラも戦うのね。頭を携えたな。我が刀のサビにしてくれよ。少子千番。少子千番来た。待って待って待って、少子千番来た。かすったかすった。妖怪ヒーローへの変身と技。バトル中に変身ゲージが溜まると妖怪ヒーローに変身することができます。妖怪ヒーローに変身すると大幅にパワーアップして技も使えるようになります。技、変身ゲージが溜まったら A 長押しで変身できます。変身したらいつもの攻撃の他に R を押しながら A、B、X、Y でそれぞれのボタンに装備しているメダルの技を出すことができます。 R を押しながら。ボス音量が大技を出す前に力を貯めているときはピンチでもあるしチャンスでもある。攻撃をたくさん当ててボスの大技を止めましょう。うまく止めるとチャンスタイムになります。止められるのね。チャンスタイム中はボス音量がフラフラ状態になり、こちらの攻撃で与えるダメージがアップします。ボス音量をボコボコにできるチャンスです。積極的にチャンスタイムを狙っていきましょう。よいしょ、これか。にゃー、吹っ飛ばされ。にゃー、なんてよー。あ、なるほど、あれで回復しよりんやね、右下で。怖い。ちょ、待って。はっ、どうや。怖い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 。あ、これもうちょっとでやっつけれるやん。イエーイ、後ろからライドをメラに寄るよ。またつまらぬもの来た。今さ、お、溶けた溶けた溶けた。
てない？え、別で出せるの？じゃあ誰が乗り移ってんの？私には言うえ、誰が乗り移ってんすか？バキエラじゃないの？別？一緒かと思ってた。いやー怖いよー。たたき一点です。隅に追い詰めて、あー怖い。まだ使えんかった。待って、あはなんてこと。いやなんか飛んだよ。ふふふ、ミッションクリア。何拾ったんやろ。なんかこれで能力テストは合格ね。経験値。ふう、なんか変身 OK になったけど今イエーイ、なんかいいねのマークいっぱい出てきた。このいいねって何の意味があるんやろうね。そのうちなんかと交換できるんかな、景品。この俺が、こんなガキに、負けるなんて。そんな変わらんやろ。1個か2個ぐらいやろ。なんで暴力で人を従わせようとするんだ。それは。何？理由があるの？母ちゃんが。てかあの椅子ダッサくない？病気で、学費が払えねえんだ。そんな時、組織の奴らが金をやるから従えって。何組織って？この学校の組織って何のだ。うんうん、あれだよ、学園マフィア。あー、なるほどね。学園を裏で牛耳る闇の組織。学園の不良たちを操って生徒会のヘイトを集めろって言われて。なんだそれ。そういうのも全部なんか全ての問題ごとはもうなんか仕組まれてることなんかな、いまいちよくわからないんだけども。つまりこんなことをしていたのは、病気の母ちゃんの代わりに学費を稼がなきゃいけなかったからと。めっちゃいいやつやん。およぶ行ってよかったのか。ああもういいだろう。でもだからって暴力はいけないと。いやでもしょうがないやんね。任せるじゃねえか。そういう話にも弱いのね。ボロ泣き。メラ、学費は俺が何とかする。どうにかできるんすか。何？無理やろ。ジンベエ君、そんなお金あるの？ない、ないが何とかする。俺は困ってるやつを見捨てることなんてできない。面倒ごとを引き受けてしまったのでは。新兵の兄貴。おー、親分のさらに兄貴になってしまった。こっちが年下じゃないの？そういうことじゃないの、そういう呼び方って。親分の兄貴は俺の兄貴。うわー、射程が二人できた。俺はライドメラ。うん、知ってるよ。この拳一つで生きてきた。かっこいいね、なんか渋い音楽流れ出した。拳以上に大事にしているもんが仁義ってやつだ。受けた恩義は死んでも忘れねえ。それが男の生き様だ。まだ何の恩義もない気がするけどね。そうだ、仁義こそ。まだなんかどうにかするって言っただけでどうもなってないし。生き様でしょ。生き地獄ならやだわ。陣平の兄貴、これから恩返しさせてください。何、何の恩なの。おお、仲間になったよ。ほう、うん、強そう。やったね。何何って言うけど、ぶっちゃけまだ何もしてないよね。うんうん流されるんかと思ったけど、やっぱそう思うよね。言わないでおこう。でも多分バカなんだな、メラも。ほい、じゃあということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に
再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかバシバシレベルは上がっていくし、いいねもなんかめっちゃもらえるけど、でもなんかそれが多いんかどうかもよくわからんし、何に役立つんかもいまいちまだわからん、いまいちというか全くわからんけど、そのうち役に立つんだろう